こんばんは、平井博之です今回はですね、スリクソンの ZX7 と ZX5 のレビューをしていきたいと思います。インスタとか YouTube で散々スリクソン使ってますって言ってますけど、どういいのかとか、むしろ新しいクラブのこういうところがいいとかって言ってなかったと思うんです。なので今回はそのレビューをしていきたいと思います。初レビューそう、クラブの自慢ばっかりしてますけど、レビューはしてなかったです。初レビュー、早速やってみたいと思います。平井博之のワンナップゴルフ。まずドライバーってそもそもいくつか形があって、前もドライバーの徹底解説で言わせていただいてるんですが、まずそのオーソドックスな丸顔ですね。丸顔ヘッドと洋梨型って言って、ここが少しこうちょっと痩せてて、こっち側に体積が取られてるヘッドとあるんですよ。あとは小顔大顔とかいろいろあるんですけども、上から見た形は丸顔とその洋梨顔と大きく2タイプに分かれるんです。どう違うかっていうと、丸顔の方が捕まり系ドロー系が打ちやすい、洋梨系の方がスライスフェードが打ちやすいという点があるんですね。それはもう打ち方とか打つ球に合ったヘッドの方がもちろんよりいい球が出やすいです。次に今回のモデルは2タイプのモデルがあるんですよ。5と7とあって、どっちがどっちだか分かんないですよね、あんまりパッと見じゃ。こっち側が ZX5 なんですよ。こっち側が ZX7。 上から構えた時のパッと見は5の方が少し大きめに見えるんですね、ヘッドが。どちらかというと7より丸顔です、こちらの方が。でその ZX7 の方はちょっと小ぶりに見えるんですよ。ここが削れててちょっと洋梨っぽい顔に見えます。今この場にはないんですが、この ZX7 にダイヤっていうのがあるんですよ。これよりももうちょっと顔が小さい、それもまた別にあるんですけども、今回はこのオーソドックスな7と5をレビューしてるんですが、じゃあ5と7どう違うのっていうと、5の方がナチュラルな球、その方に振った通りのダイレクトな球が出やすいのが5。その中でもいろいろ自分で操作したい、ボールに操作性を加えたいなっていう場合は7の方が向いてるかな、おすすめをします。飛距離っていうのはもう変わらないです。ご自身に合ってる方のヘッドの方がもちろん距離は出ます。あとは性能というか、ウェイトカートリッジが5の方が お尻の真ん中に1つだけ、7はお尻の上下に2つあります。これどう違うかっていうと、5っていうのは先ほど言った操作性がいい意味でないんですよ。オートマチック感があるんで、芯の真後ろにウェイトがあってギア効果だけ作るっていう意味合いで、要はストレートボールをより打ちやすくしていますよっていうのが5。先ほど操作性がいいですよ7はって言ったように、こっちを重くしたりこっちを重くしたりして自分でボールに色を加えたい方に向いてるんで、2つウェイトがついててよりマニュアルチックというか操作性がいいようになってます。要は意図した球が打ちやすいのは7の方かなと思いますねなんだかんだこんなこと言ったって打ってみないと結果がっていうのがあると思うんで、実際ちょっと打ってみた感想なんですが、僕個人的には7の方が僕は良かったです。これ、まあ、シャフトは違うんですよ。 PT と TP アルファベットは似てますけども、シャフトはちょっと、でもシャフトもちょっと似てるんですよ。主張が少ないというか、いいシャフトで癖のない、これ打ってるんですけど、5の方が出玉がちょっとパコーンって上がってボヨーンとゆったり飛ぶような感じです。試してはないんですが、ちょっとシャフト長めの方が合いそうだなっていう感覚はあります。45インチから 45.5 とかがすごいマッチングがいいなっていう感じはしました。打ってて長尺までいかないですけど、大きくゆったりボーンと打つスイングのスインガータイプでしたら5の方が合う感じはしました。7の方は結構長く使ってるんですけども、7の方は45から 44.5 インチとか若干短めで、ちょっとこうパチンって叩くような感じでボールに自分から強い動きを加えて打って、球質的にはビューンとライナー系で最後ポンと上に上がるようなイメージの球が出やすいかなっていう感じはしました。なんで両方球質的には僕好きなんですけども、
コースによって使い分けたいなっていう感覚はあります。松山選手なんかも最初 ZX5 使ってて、最近7使ってて、今日もヤフーニュースとかに載ってたんですけど、松山英樹選手のクラブセッティングとか言って、物が違いましたね全然なんかネックもシルバーだし、ネックもめちゃくちゃ長いし、フェイスもシルバーで塗装も違うし、とにかく ZX7 じゃなかった見ててまあでもね、言ってもマスターズチャンピオンですから、はい、ヘッドのコンセプトとしては一緒だと思うんで、まあ、本当に一番いいのはショップ行って5と7と両方打っていただいて、ダイヤがシダであればダイヤも打っていただいて決めていただければと思うんですけども、スイングテンポが速い方、合う合わないの話になるんですが、スイングテンポが速い方は7の方が合いそうな感じです。そのフェースターンも5よりちょっと速い感じなんで、それはここでもいじれるんですけども、オーソドックスなノーマルなセッティングとした場合に、スイングテンポがちょっと速くてスイングにキレがあって飛ばす方っていうのは7の方が合いそうな感じですね。ちょっともう毎回フェアウェイキープでタイミング重視で大きいスイング意識してますよっていう方は5の方が全然合うと思います。だから本当に自分のゴルフスタイルによってモデルを使い分けるってことはもちろん大事ですね。僕でも打ってて打感は7の方が好きです。音も7の方がいい音僕のクラブは鳴るんで、ちょっとこうボコというボコヘッド、木魚ですよねに近いような音が鳴ります。どっちかというと5はちょっと車検系なんですよ、キーンっていうんで、どっちかというとこう打ってた心地よさも僕は7の方がいいかなと思います。まずじゃあ7から打ってみましょう。素振りなしで打ってみましょうか。もういいっす、100点、めちゃくちゃいい。今のが7です。次じゃあ5いきます。両方いい球ですね。やっぱりでも5の方がガボーっていう高打ち出し角低スピンで飛んでいく感じなんで、どっちが飛んでるっつったら多分同じ人が打ってるんで飛距離はあんま変わんないですよ。本当に変わって1ヤードで本当変わんない、距離は変わんないんで、シャフトもあると思うんですよ。若干違うシャフトが入ってるんで7の方がイメージ通りの球は出てるんですけども、じゃあこれ同じシャフトにした時に同じ球が出るか出ないかはもちろんマッチングもあるんですよ、ヘッドとの。なんで打ってみるか分かんないんですけども、僕的にはその今5に PT が刺さってて7に TP が刺さってるっていう状態なんですよ。なんで同じ 5S なんですよこれ。同じ 5S でPT と TP。 そうだからグラム総重量なんかもほとんど変わんないですよ。多分1グラム2グラムぐらいしか変わんないんで、あんまり大差がないというか、だから本当に打ったフィーリングなんですけども、球の高さ的にも強さ的にも僕は7の方が今の球は好きなんです。両方いい球なんですけど、ちょっと5だと出球が高すぎるんで、ちょっと打った瞬間にドキッとしちゃう部分があるんで、ちょっとこう目線で抑えたいなっていう部分で7を選んで使ってます。両方打感とその打ったフィーリングっていうのは両方いいですね。ずっと僕スリクソン使ってるんで良さを実感してるというか、すごくいいなと思っていつも使わせてもらってるんで、本当に物はいいです、スリクソンは。なんでぜひぜひ迷ってる方がいたらトライして
打ってみていただけたらと思います。このように他に例えば新しいクラブが出たりですね、ちょっと気になるクラブレビューしたいなっていうのがあればまた動画にさせていただきます。その時にちょっと参考になったなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、 あとは公式 LINE ですね、こういうクラブもし持ってればレビューしてください、あったらどんどん送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。では今回ですね、スリクソンのドライバー ZX7 と ZX5 の初レビューでした。最後までご視聴ありがとうございます。